皆さんこんにちは、ゼロです。さあ今日もドラゴンボールスーパーやっていきましょう。こちらは無限となっております。それだ、さあこちら、はい、じゃあ対戦相手はと言いますと、身勝手の極意の悟空と、よいしょ、じゃこちらとで、ベジータの身勝手の極意、はい、こちらですね。かっこよすぎやろ。はい、じゃあこちらで戦ってみたいと思います。どちらが強いか見ていきましょう。ステージはランダムでいきます。はい、この俺を超えてみろ。やばいな、木の破壊力がすごい。行くぜ。まあ、ここのステージじゃないと壊れるか、さすがに。早い早い、動きが早い。うーん、悟空もベジータも早いわ、スピード。どうなってんのよこれ。おお、やっぱ身勝手同士だったらいいね。でもここで悟空負けてほしくないな。せっかくオリジナルだからね。うわー、悟空若干押されてる。いやー、やばい、悟空負けるか。苦しい展開。うわ、うおー、ベジータ強し。この戦いを通じて俺はもっと強く。さあ2戦目いきます。いや、やっぱベジータの強いな。ことごとくガードしやがる。いや、根本的なダメージがベジータの方が入らないな、硬い。うわー、激しい激しい。あ、悟空負けるか。強い、このパンチめちゃくちゃ強い。お互い気をマックスまで食べて。お、強い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 。悟空本気出した。うわー、でもここで、おっと、ベジータも本気。うわ、わからないわからない。うわー、11。俺は別に正義のヒーローでもなんでもねえけどな、仲間を傷つける奴は許さねえぞ。めっちゃ怒ってるわ。さあファイナルステージ。いやー、これわからないな。キー貯めてマックスまでいった時の超必殺が強すぎる。でも貯めれるかが勝負やな。このままいったらベジータ強いね。うわー、いい音。強い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 。おー、ガードした、うまい。気を試させない。うわ、ガードしてる。さあ悟空どうでしょう。ここやな、ベジータの早いワンテンポ。あー、これベジータの方量早かったな。
あーっとー、まさかのベジータの勝利。この戦いを通じて俺はもっと強くなる。はい、というわけで今回はベジータの極意が勝ちました。ちょっと待ってよ。じゃあ次は2人同時バトルで、身勝手の極意の悟空と、はい、2体とベジータは、これなんだろうか、破壊神か、これやばいやろ、ここら辺かな、ちょっと待ってよ、これやばいよな、ベジータブルーやろ、でブルーとどうしようか、ブルー2体にしようか、どっちが強いかな、これぐらいいってみる、よし、じゃあこれにいきましょうか。はい、さあどっちが強い、音がやばい、音がめちゃくちゃやこれ、行くぜファイト、早い、めちゃくちゃ、何185ヒットって、あの上の悟空めちゃくちゃ強いんだけど、気のせいって、やばい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 、しかも見えてない見えてない、早すぎて、下、いやーベジータ最後のファイナルフラッシュ強い、でも悟空の勝利。俺は別に正義のヒーローでも、音がエグい、うわマジでヤバ、強っ、この身だって強い、上のやつ、え、めちゃくちゃ強いんだけど、俺は別に正義のヒーローでもなんでもねえ、けどな、仲間を傷つけるやつは許さねえぞめっちゃ切れてるわ。はい、ありがとうございました。というわけで悟空対ベジータ、シングル戦ではベジータが勝ちましたが、ダブルスでは、まあ、悟空の身勝手の極意の方が強かったということですね。まあベジータの方がね、さっきはね身勝手ベジータだったんで、まあ、本来存在しない、まあ、キャラクターだったんでよくわかんないですけど、力の具合は、まあ、ブルー2っていいんかな、言えばいいんかな、ベジータのブルー2と悟空の身勝手な極意とは戦わせると、身勝手な極意の方が強かったという結果になりました。はい、それじゃあまたいろいろな相手と戦わせてみたいと思います。皆さんご視聴ありがとうございました。また見てください。ゼロでした。バイバイ。